式の三重次郎は、日本の解剖学者である。原名は、茂次郎だが、後に、十次郎と改める。第四高等学校医学部卒。石川県金沢生まれ。1905年第四高等学校医学部卒、同校助手就任。東京帝大助手、第二高等学校医学部、仙台医学専門学校教授を経て、1906年より2年間。 ドイツのユリウス・マクシミリアン大学ビュルツブルグへ留学した。1915年から東北帝国大学医科大学助教授。1922年10月から同大教授。1922年12月から旧正岡山医科大学教授。1928年高等館一等、1934年君に東水法省。1941年退官し。 名誉教授の称号を受け、肖像くらいに上される。1965年7月24日死去。藤野ゴンクロウは、当初教理にほど近い第四高等学校医学部への転勤を希望したが却下され、東京大学で解剖学の研究をしていた。後に知人だった式並みの紹介で、仙台医学専門学校に講師として、不任、1904年に留学生として、 仙台を訪れた路人と出会った。式波並江二郎。コートバンク。2019年12月28日。閲覧。坂井達夫。路人が仙台で受けた解剖学士の講義について。日本医師学雑誌54。 359-372http コロンスラッシュスラッシュ j s m h u m i n j p スラッシュジャーナルスラッシュ54-4スラッシュ 359.pdf ありがとうございます。